はい、ブルックリン橋を今渡ってます。これブルックリン橋、もちろん車でも行けるんですが、歩いても渡ることができます。ほら、ニューヨークのダウンタウンが目の前にあります。すげえ、ほら、これブルックリンブリッジ、ブルックリン橋ですよ。すげえ、やってきたぜ、とうとう。まあ、とうとうっていうか、ここにすごく来たわけじゃないですが、まあ、ニューヨークって言ったらね、ここは、この観光スポットはちょっと外せないですよね。タイムズスクエアと、エンパイアステートビルと、自由の女神と、ワールガイド、まあ、だからありますが、今回ちょっと行き過ぎましたよね。全部もう回っちゃったみたいな。まあ、ちょっとメジャーなところはですよ。まあ、たくさんなんかいろんな、なんか、美術館だとか、いっぱいいろんなのありますからね。まあ、すげえな、なんか。なんかもう日本での生活を全て捨てて、ニューヨークで暮らしたい、本当は。もう、まあ、できないですよね。これね、ほら、床、木なんですよ、ただ単に。大丈夫なのかな、これ。大丈夫なんでしょうけど。硬い木なんでしょうかね。まあ、まあ、ずっと人今まで何年も歩いてるから大丈夫でしょうけど。それでいつもね、励まされない。
自由の目が見えた。自由の目が見えます。あ、ちっちゃいけどほら自由の目が見える。人生楽あれ苦もあるさっていう言ってますよね、あの曲で。なんか苦しみばっかりなんですけど、僕の場合これなんか後で楽になることがまとめてこないですかね。今苦しみを重ねて貯金してるんじゃないですか。なんだこれ、人生楽ばっかりの人もいるでしょうね。楽ばかりの人いいですね。なんかよほど前世でいいことやったとか、だからマザーテレサみたいな人が多分生まれ変わると 楽ばかりになるんじゃないですかね。多分僕はね、すごい誰かなんかひどいことやったんでしょうね、多分ね。苦しみばっかり。ほらまたなんか鍵がある。何なんでしょうね。あれか、これあれだ。あのなんかカップルがその永遠の愛を誓うわけですよ、鍵をかけて約束。いや全然いいと思いますけど、今笑ったのはバカにして笑ったわけじゃなくて、なんか羨ましいなと思って。そんなことやったことないなと思って、なんか永遠の愛を誓ってみたいなと思いましたね。今マジで永遠の愛を誓ってみたいな。そしてもうここに来て鍵かけようかな。さすがにもうご出世ですからね。ちょっとねあれなんですけど。いやまあそのなんていうんでしょう、やったことない人はやってみたいですよね、別に年齢に関わらず。それ誰もがそうだと思うんですけど、もう半分以上っていうかかなり来てますよ。だから多分ね、もうね、もう絶対向こう岸まで渡るんですね。渡ったら何、あそこの公園に行って、あそこ公園見えるでしょ、あそこの公園に行ってちょっとマンハッタン島をちょっと眺めてみます。多分すげえビルの、なんていうか、ビルが乱立して、すごいと思うんですよね。その景色を見たいから、今一生懸命渡ってるんですけど、仕事ですからね、あれですけどね。よいしょ。ああ、これ毎年一人で来るのつまんないな。一人はやっぱね、二人がいいですよね。まあ別に男性でも女性でも二人で来た方がいいですよね。でも男同士で二人で来てなんか。お互いに意見が分かれてきました。鬱陶しいですよ。どっちかが我慢しなきゃいけないから。だからやっぱ本当にそのなんていうか趣味思考が合う人間とじゃないとちょっと難しいですよね。行動がなんか違ってきますからね。
それはやりたくないということを片方はやりたいみたいな、どうしてもやりたいみたいな、でも片方はどうしてもやりたくないみたいな、こういうになるかもしれないですからね。ほら、あれエンパイアステートビルですね、あっち、あそこエンパイアステートビル、だから僕のホテルあそこにありますね、あのビルの近く。うわすげえな、こっちのマンハッタンの方は。マンハッタンの方じゃなくてダウンタウンの方は、こっちがダウンタウンですかね、ニューヨークの。あの辺り、すっげえ思ってる、あの辺りがミッドタウンですか。これね、白い白線があって、こっち側がサイクリングロードなんですよ。こっちが歩く、左側が歩く人用なんですよ。だから、サイクリング、その自転車で来てる人は、すげえ怒るんですよね。ドゲドゲみたいな感じで。危ねえんだ、お前ら、みたいな。あそこに自由の女神がありますよ。すげえ。あ、サーリよし、行こう。まあ、だからそういった意味では一人っていうのも、その、なんですかね、自分の好きなように行動できますからね。好きな時に、その、なんていうか、好きな場所に行って、好きなものを食べて、できますからね。だから、それはね、まあ、一人っていうのもすごいいいですよね。ただね、あの、なんていうか、喜びとかがね、そんなっていうか、分かち合えない、誰とも。わ、すっげえと思っても、あ、すいません、早く、すいません、なんだっけ、あの、喜びが、だってタイムズスクエアに最初行った時びっくりしましたからね、わ、なんじゃここはと思って。まあその時もタイムズスクエアに行こうと思って行ったわけじゃなくて、そのドッグショーの会場に行こうとしたら偶然途中でタイムズスクエアがあったのでびっくりしたんですけど、まあそういうサプライズだとすごいまあびっくりしますよね。それでその最初にタイムズスクエアを見た時にもうなんていうのか、もう素晴らしい場所だなと思ったわけですよ。なんて素敵な場所なんだろうと思ったんですね。まあニューヨークで僕はタイムズスクエアが一番好きですね。であそこすごいいいなと思ったんですけど、あの一人じゃないですか。ただ呆然じゃないですけど、ただずーっと一人でその周辺の景色を見渡して、ああいいな、ああいいなってただ思ってるだけだったんですよ。だからね、こんな時誰か人がいたらなと思って。まあ、ちょっともうそれがね、この一人で来るっていうのはね、あれですよね。よいしょ。あ、自転車犬乗せてきてる人いる。まあ、俺も犬、ちょっと自分の犬に会いたいですね、もういい加減に。もう2週間一人でいるので、いい加減にちょっと会いたいですよね。いやもう犬に会いたい、本当に。もう2週間が限界ですね、本当。これマジで、すっごい会いたいですよね。1週間ぐらいからも会いたくなりますよね。1週間ぐらいまではまだね、なんかもうその毎日のなんていうか変化が激しくて、ちょっとそのあれ、もう15分経ってる、これ切れるかもしれない、動画切れるかもしれないですね。ニューヨークもね、もう1週間ぐらいはね、なんか目まぐるしくて、いろんな次から次にいろんなことが起きるから、
でまだ分かんないじゃないですか、ニューヨークのことが。だから1週間はねすごくね、まあ犬に会いたいとかもね忘れてるんですけど、1週間過ぎるとね慣れてきて、5日間ぐらいかな、最初の5日間ぐらい過ぎるとほら慣れてくるわけですよ。ほんで慣れてくるとなんかやっぱ会いたくなりますよね。よし、ブルックリンだ。よし、ブルックリンに着いた。よいしょ。まあ自転車これ坂道つらいでしょうね。よいしょ。しかしこれね、歩いてるからやっぱりねいい部分はあるんですよ。これ右側通行だからアメリカは。だからレンタカー借り